皆様こんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さて、風さんのお誕生日をお祝い企画第2弾をしたいと思います。こちらの曲ですけれども、私の妹のぞみが作詞作曲した風に乗っていきたい。以前ニューヨークの桜子さんがね、これは風ファンのテーマ曲のような曲だということでね、みんなで歌ってくださいましたけども、こちらをバックミュージックにして皆様の風さんへのお誕生日のお祝いメッセージを募集したいと思います。そちらをコメント欄に書いていただきまして、そしてそれを私がまとめて6月14日風さんの誕生日に配信したいと思うんですけども、そしてこちらの歌ね、歌ももし、妹と私と一緒に歌ってくださる方がいらっしゃいましたら、こちらの動画も一緒に募集したいと思っております。動画の撮り方は以前両手を広げて企画の時にもご説明させていただきましたけれども、概要欄に私の妹のチャンネルに上がっている風に乗っていきたいの歌詞付きバージョンをね、リンクをつけておきますので、まずそちらを、パソコンか、携帯かで聞いていただくんですけども、イヤホンをつけてね、そしてそれをもう一つの携帯で動画で撮っていただくということになりますので、動画はご自分の声しか入っていない状態になります。そしてギガファイルを検索していただきまして、そして期間を30日がいいと思いますね、選んでいただいて、そしてファイルを選択をクリック、そして写真ライブラリをクリック、そしてその動画をクリックしますと、こう準備中という形でね、この動画がこうどんどんダウンロードされていきます。でこちら 1% から 100% になりますと、こちらにアドレスが出てきますので、こちらをコピーして私のインスタか E メールにそのアドレスを貼り付けて送っていただくという形になりますので、よろしくお願いいたします。こちらは締め切り、両手を広げて企画と同じ6月6日月曜日にさせていただきます。メッセージの方はね、もうまだまだ時間がありますので、ゆっくりと考えていただいて、ゆっくりとコメント欄にね書いていただくといいかなと思うんですけども、歌の方もねとってもいい歌なので、ぜひ皆さん歌って動画を送っていただけたら嬉しいです。これは妹が風さんを知る3ヶ月前に作った曲なんですけども、風さんのことを歌っているような曲なので、もし聞いたことがない方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞いてみてくださいね。では今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。エミでした。ではまた。